を一曲やりまして、その後に皆さんと一緒にやっていきたいと思います。この曲はですね、ニャンタブーのタクマンこと、和田タクマくんが、作詞作曲しまして、振り付けに、森翼さんが、振り付けをしました。みんなでね、踊れる楽しい曲ですので、それでね、後で耳が、に残ります。ダダダダダダダハスダっていうのね、これは非常に目に耳に焼き付いて帰れるかと思いますので、楽しみにしてください。それでは、ハスダンスを始めたいと思います。その前にたくまん、皆さんこんにちは、元 King&Prince の平野翔です。どうも。じゃあみんな翔くんって言ってください。せーの、騙されたザマミロということで、ニャンタブータクマンです。このステージですね、何をやるというのは私分かってなくてですね、なんか歌ってくれっていう感じだったんですけど、ハスダンスを2回もやるという、みんな殺人的な時間帯をですね迎えるようでございます。ではですね、今日踊り子の皆さんをですね、まずは紹介させていただいて、ラインナップしたいと思いますが、ニャンタブー実は埼玉県蓮田市の広報大使をやってますが、新しいメンバーが加わりまして、なんとモリチーとタクマンはですね、まだ広報大使ちゃんと遺留してるんですが、この子はですねまだ大使をいただいておりませんので、議長、勝る議長、その辺は市長に提案していただけるということでよろしい？いいともいただきました。ただ提案は提案です、ならないかもしれませんが、ご紹介したいと思います。前に来てもらってもいいですか？ではご挨拶いいですかね。ちょっとなんか時間があるということですので、皆さん写真とか撮って SNS とか上げたりですね、上げなかったりしてください。ご紹介したいと思います。まずはモルチーから、じゃあ自己紹介お願いします。皆さんお久しぶりです、モルチです。モリチーでーす、モリチーでーす、ありがとうございます。ちょっと皆さんの元気が欲しくて、ちょっとせーのって言ったらモリチーって言ってもらっていいですか？本当わがままですいません。いきますよ、せーの、ありがとうございます。今日一日よろしくお願いします。じゃあちょっとニャンプリがですね、今マイクがついてるので喋れないので私紹介したいと思いますが、特技はですね、高速草むしり、そして好きな食べ物はところてん。皆さんニャンプリンと言います。私がニャンと言ったらプリンって言ってもらっていいですか？可愛くいいですよ、いきますよ、せーの、ニャン、ニャンプリンです、よろしくお願いします。ニャンプリンはプリンの国の妖精ということでですね、まあ、ハスダもハスダプリンがありますが、この気温だと溶けていくと思いますので、ニャンプリンが途中でいなくなったら、そっか、中身が溶けてきたんだなと思っておいてください。よろしくお願いします。今日は一日皆さん楽しんでまいりましょう。ではフッチー、じゃあですね、ハスダンスというハスダ市のこのハスダ祭り30周年記念楽曲で作った楽曲がありますが、作った直後にコロナ禍に入ってしまいまして、なかなか披露することができませんでした。今回皆さんで踊っていただくのは初披露となると思います。それでは踊り子の皆さんがですね、颯爽とスキップで登場、もうランランとスキップで、特に私の皆さんは本当にランランとスキップで登場してくれると思いますので、皆さん大きな拍手でお迎えください。今日はハスダ祭りダンサーズ踊り子の皆さんで拍手。はい、入場してください、どうぞ。子供たちは上に上がってください。そしてよさこい、はい、よさこいといえば旗市の皆さんにも大きな拍手お願いします。さあ、それではですね、今日は2回踊ってくださいというふうに指示だけは受けているので、皆さんでも熱中症対策もあるので、ちょっと気持ち悪くなっちゃったって方はですね、途中で諦めて、諦めなくていいや、途中で踊るのやめて大丈夫です、辛いので。まず1回目は、ちゃんと皆さんこの踊り子たちのもうめちゃくちゃ練習してきて、もうキレッキレのダンスを見ていただきたいと思います。すごいね、よさこい。前の方へどうぞ、踊り子さん前の方へどうぞ、後ろに行かないで前の方へ行ってください。伊沢さん、はい、今日参加してくださっているチームの名前を全部言ってもらってもいいですか？はい、わかりました。はい、まずは、はい、
まず一組目は、はい、まず最初は課長風月さんです。課長風月、そして次がエレン初田です。エレン初田、そしてアンジュさんのとこですね。なになに、ホワッと座って、アンジュさんのところ、アンジュさんのところ、スコヤッコジュニア、そして歌舞伎さん、今日は歌舞伎結構来てるな、ね、そして、はい、和田さん、和田ちよろしくお願いします。そしてサーファーのサーフかな、カスカベルボーカルのフキさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、ステージ上は誰、サーファーとサーフじゃないの、ステージ上は、サーファーのサーフと、シルクッコジュニアと、サーファーのサーフ、初田陸上競技会、うん、何、もう一回、初田陸上競技会、皆さん、そしてすごい、そして一番後ろにトーマくん、ここにトーマくんいます。トーマくんはタクマと横で一緒にやりたいと思います。ではそれでは会場の皆さん、ハスダンスというですね、ハスダ祭り30周年記念楽曲をまずは踊り子の皆さんが踊りますので、ニャンタブも踊りますので、皆さん手拍子で応援してくれますか。ありがとうございます。その後振り付けの練習しますので、その後は皆さんも踊ってくれますか。さっき関根茂は踊ってくれると言ってましたが、本当にやる気ありますか。 OK、 では皆さん元気でいきましょう。ハスダ祭り30周年記念楽曲、やっとみんなの元に見てられる。それではいきましょう。ハスダンス、さあ皆さん、果たしを叩いて、果たしを叩いてくれ。さあみんなでハスダの熱さを届けていくぞ。ハスダンス、ハスダハスダハスダンス、心が踊り出す場所、軽やかに歌いつけて、遥か囲んで羽を広げ、行きましょう。
ましょう。しなやかに愛のもと声を上げろ。未来の先へ愛のチャンスだった。観客の皆さんに礼ありがとうございます。でもまだ終わりませんということでですね、皆さん、会場の皆さんに振り付けの一部を覚えてもらいたいというコーナーやってまいりました。やってまいりました。皆さん、四十肩の方、五十肩の方は上がるところで結構です。腕を上げていただきますね。伊藤さん、じゃあちょっと今日は伊藤さんと一緒にやりましょうかね。伊藤さん、途中で印象的なフレーズがありました。皆さん、ダッダッダダダッダダダダッ、アスタンスダッダッダダダッダダダダッ、アスタンス。この振り付け簡単ですよね。めっちゃ簡単です。これができない人ってちょっとどうかと思います。いいですか、ゆっくりやります。じゃあちょっと皆さん、まず伊藤さんの動きを見てください。ワン、ツー、スリー、フォー。ダダ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 、明日、上、下、上、下、下からと、イエー、これだけです。いいですか、雰囲気です。上、下、上、下、トトトト、うん、イエー、上、下、上、下、トトトト、うん、イエーってやります。どうした、みんなやってねえけど。いいですか、これ会場の皆さんが手になるまで終わらない。だって30分いただいてますから。ちょっと待ってください。じゃあ本当に一般の方ができる。さっき本当に市議のね、関根さんが踊れるって踊るって言ってたので、ちょっと関根さん、一緒に、初めてかもしれませんが、ここで本当にその部分できるかどうか一緒にやってみてもらってもいいですか。あ、豊島さんもやってくれますか。関根さんと豊島さんです。じゃあこのね、じゃあ議長と森さんもやってもらってますか。すごいやりたくなさそうだけど大丈夫やってくれます。じゃあちょっと近藤さん、真ん中入ってもらっていいですか。真ん中入っていただいて、ちょっとじゃあしで伊藤さんも入ってもらって、じゃあ伊藤さんもちょっと締めていきますか。じゃあこれでちょっと、いやいやいや、どこにいるんですか、何してんの本当すごい偉い人に向かって何してんの。いきますよ、初めて皆さんもやりますからね。初めて皆さんも、上下上下、バタ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 、イエイ、上下上下、バタ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 、イエイ。であれですよ、女性の方、二の腕細くなります。二の腕体操というふうにも言われています。では行きますよ、まずゆっくり行きます。ゆっくりね、ワン、ツー、スリー、フォー。ダダ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 ダ、ハッサン、ダダ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 ダ、ハッサン。やらない人、今頃反抗期ですか。今頃反抗期、中学生で置いてきて、中学生もみんなやってますよ。みんなもやってるよね。やってねえのかい。 OK OK、 行くよ、もう一回ね、ゆっくり行くぞ。せーの、ダダ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 ダ、ハッサン、ダダ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 ダ、ハッサンさん、ありがとう。皆さんやってくれました。じゃあ本当の速さでいきます。結構速いです。二の腕プルプルプルってなります。いいですか、追いつけられる人は追いつけてください。四十肩の方は上がるところまで結構です。いきますよ、ワン、ツー、スリー、フォー。ダダ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 ダ、ハッサン、ダダ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 ダ、もう一丁。ダダ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 ダ、ハッサン、ダダ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 ダ、ハッサン。おお、どうですか関根さん、できました。完璧って言ってますよ、本当。大丈夫ですか。これ実はですね、今実は吉本エージェンシーのお笑いの担当に、お笑い芸人になりましたが、森翼さんという、今吉本に実は入っちゃいまして、吉本のお笑いをやりました。もしもしコールミーテレフォンというね、一期生なんですけど、その方がですね、つけてくれた振り付けです。じゃあ最後は会場の皆さんと一緒に、この30周年記念を超えて、今年はもう何年になるんですか、34回目ですから、4年ぶりの、開催となります。じゃあ市議の皆さんとも一緒に身を見まねで、どうしますか、顔が不安すぎるけど大丈夫、やれる、やります。それではですね、皆さんと一緒に最後もう一回いきたいと思います。これ皆さん、ハッサンの踊りになりますので覚えてくださいね。それでは子供たちも一緒に元気にいくぞ。わあ、もう一回。それでは今日、ハッサン。
あまずは畑さんを叩いてください。さあ風に舞う畑、風に舞うこの柱の勢いを全世界に届けます。柱ダンス、柱だ柱だ柱だ、心が踊り出す場所、軽やかに大地が手を深く飛んで青根を広げ、桜桜桜しなやかに太陽と胸を上げろ、未来の先へ我が命を使った。ハスダンスの披露をやってくれたチームをもう一回改めて紹介します。
まずは和田地の皆さん、そして歌舞伎の皆さん、そしてサーフ&サーフ、すこやっこジュニア、蓮田立教ジュニアクラブの皆さん、果たしてちゃん、ありがとう。さあそして蓮田エレンの皆さん、そして課長風月、そしてなんと急遽引っ張ってきました議長をはじめとする蓮田市議会議員の皆さん、皆さんの近くに議員もいますからね。ということでハスダンスを披露終わり撤収。皆さんどうもありがとうございました。歌ったのは元キング&プリンス平野翔でした。はい、どうもありがとうございました。どっちなんだ、たくま、お疲れ様、ありがとうございました。ありがとうございます。12時からですね、こちらの A 会場と、向こうあの南側の方の B 会場で演舞が行われます。衣装踊り、素晴らしいものがありますので、皆さん最後まで楽しんでいてもらいたいと思います。今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。